木かな、木伸びる木。もう最初はちっちゃなちっちゃなもう双葉の苗だったんですけど、いつか立派な立派な大きな大木になるぞっていう。目指すのはそれ木、それこういう立派なこういうのだね。高いのがいいな。大木目指して成長中のイケてるハツ、彼女たちはアフィリアサーガの研修生としてスタート。アイドルユニットとして生まれ変わります。1年間頑張った結果、念願のグループ昇格を果たした。研修生時代、シンガポールやフランスでのライブを経験したことから、今回の新曲は世界に羽ばたけ。海外で活躍するため、中国語検定2級を持つメンバーがいる。大家好，我叫新月月，我喜欢偶像，请多多指教。あなた月月です。アイドル大好きです。よろしくお願いしますって言いました。おー、すごい。このグループ入って初めてダンスした人は何人？はい。あ、ほとんどですね。結成から1年半、自分たちの振り付けが採用されるようになった。貪欲に変な動きも試してみる。そこまでやる。なんか新しいのが今できた。やるならなんかもう新しいのやりたい。ごめん、却下です。却下です。2日後、ラジオ2本と赤坂ブリッツでのライブという大忙しの1日。すごい充実した日が1日になりそうです。なりそうです。イケてるハーツの、まずは2人でアイドルカレッジの番組に出演。こんにちは。アイカレにとっては、はい、イケてるハーツってどんな感じなの？勝手に仲間意識を感じてます。仲間ですよ。いや、すごい嬉しい。なんかちょいちょい、うん、なんか突っ込んでも優しく優しく対応してくれるからよかったって。全然問題ないです。こちらもおやつ。次は4人で自分たちのレギュラー番組。ラジオいつもよく滑舌悪いって言われますね。早口言葉が苦手なんです。どうやったら生麦生米生卵。言えた。やった生麦生米生卵。生麦生米生卵。トレーナーと、はい、イケてるハーツです。よろしくお願いします。まだ滑舌が気になるが、1年ほどやって生放送にもだいぶ慣れてきた。ありがとうございます。ハーツさん、ごめんなさい、あと2分3分出たいです。はい。急いで赤坂ブリッツに向かう。出番何時だっけ？19時15分です。19時15分に、あ、10分早まった。いや、赤坂いいですね。住んでみたい。赤坂住んでます。かっこいい。行ってみたいね。売れるしかないな、それは。あ、売れてるハーツにならないと。イケてるハーツか。本日の公演、ガールズポップショー。ここでようやくメンバーが全員揃った。おはようございます。世界羽ばたけるように羽がついてます。かわいい後ろ姿も。この衣装はアフィリアのメンバーがデザインした。やっと本日3本目の現場にたどり着きました。ここからがね、ライブなんでアイドルやります。アイドルやっていきます。いや、今までもだけど、やっぱステージ上がでも一番ちょっとキラキラできるんで。イケてるハーツ、いくぞ。長い一日、その最後が一番キラキラできる場所。研修生を卒業し、デビューして半年のイケてるハーツ。その芽生えたばかりの苗はいつか大きな木になる。